こんにちは、名古屋大須のアビシルバーズです。ちょっと久しぶりの投稿になりますが、今日はドドンドドン、こちらのですね、オーダーメイドのヒマラヤンのロングウォレットをご紹介したいと思います。これ見ていただくと分かるんですけれども、すごい素敵なダークグリーンのカラーが使ってあります。見えますかね。で、この部分はですね、ヒマラヤになります。上からちょっと場所も結構選んでいただいて、すごい贅沢に上から下までこのゴツゴツが全面に出ています。で、これ爪ですね。これ爪がついています。でですね、これ中を開けさせていただくと、じゃじゃん、なんと100万円が入ります。この100万円の束がこうすっぽりと入るんですね。で、一番こっちの奥のところと、こっちはヒマラヤンが使ってあります。中は全面グリーンですね。すごい素敵なグリーンです。で、中のこのチャイニーズシルクもグリーンで統一されています。でですね、グリーンはですね、風水でもとても良いカラーと言われています。なので最近グリーンのお財布をお求めになる方がとっても多いんですけれども、昔のですね、なんか日本の金庫がですね、緑色だったと、このような感じのカラーだったということで、グリーンがいいとされています。ちょっと前まではね、黄色だったんですけど、なんか黄色だとやっぱり出も入るんですけど、出るのも激しいっていう風で、緑はこう風水では今一番おすすめのカラーと言われています。で、先ほどの金庫の件はですね、ちょっとお客様に教えていただきました。で、よく見ていただきたいんですけど、このすごい綺麗ですよね。で、どんどん色が変わっていきます。お客様のカラーにどんどん染めていただきたいなと思います。で、このゴツゴツの部分とこのコントラストがですね、とっても綺麗です。あと、このヒマラヤンと呼ばれるですね、ゆえんになったこの黒と白のコントラストが本当に山の峰のようで、とても美しいです。で、他の会社はわからないんですけれども、うちはですね、全然これは染めとか行っていません。白い染料とかですね、使ってこの色になったわけじゃなくて、もともとの鱗が取れた後のワニの色がこちらになります。で、タンニンですね、植物なめしでなめしてあるので、このようにどん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 色が変わっていきます。それがやっぱりこうこのヒマラヤの楽しみ方なんじゃないかなと思います。で、よく見ていただくと、ここにもちろん皮もこう使ってあります。で、この方はこの布の部分も緑にしていただいたので、統一感があって、めちゃめちゃおしゃれです。この感じですね、糸も緑になってます。で、結構ガバッと開きます。それは前も何回も言いますけど、ここの方がマチがちょっとあるので、カードが取り出しやすいので、こうよくこうバッチリ開きますね。とても使いやすくて、めちゃめちゃおしゃれです。今までナチュラルとヒマラヤンって扱ったことがあるんですけど、なかなかこのカラーは初めてなんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。で、色、緑の色と、このだんだんまたこれが使うごとに色が変わってくるので、そのこうコントラストもとってもかっこよくなるんじゃないかなと思います。これからずっと見ていきたい財布ですね。どのように変化するのか、私もとっても楽しみになります。でですね、こんな感じで、ヒマラヤンとグリーンとかですね、ヒマラヤンと黄色とか赤とか、本当にいろんな色が選べて、世界で1個のとっても特別なお財布ができますので、YouTube の下のリンクの方にホームページとかもありますし、ダイレクトメッセージで Twitter、インスタの方からメッセージとかいただければ、そちらの方からご質問とかしていただければ嬉しいです。で、こちらの際、たまにこのお客様遊びにして来ていただいてるので、ちょっと店に来た際はちょっと見せてくださいなんて言ったら見せてくれるかも
しれないです。で、今後またどのような色に変わったかっていうのはおいおいまたアップしてきていきたいなと思ってます。で、こんな感じで YouTube に出させていただいたので、またよろしくお願いいたします。